はい、こんにちは。秘密の宝箱、佐藤和也です。ある日、うちのママが、玄関先でちょろちょろしてる、なんだかさっきからちょろちょろしてる女の子がいたので、ちょっと声かけてみました。なんかうちになんか用？すると、彼女は、近づいてきたんだろうね。あんた何さっきからちょろちょろしてるけど、うちになんか用あるの？ってママが聞いたら、はいって言って、まあなんかそれをきっかけに話したらしいんだよ。で、なんかちょっとそこで話をして、そうか、細かいこと言うとものすごく長くなっちゃうから、ちょっとまあ一旦そこで話をして、こんな話、ちょっと玄関先でするわけにいかないから、ちょっとあんた、中入りなよって言って玄関の中へ入れたらしいんだよね。今に通したんだよ。知らない女の子を今に通すのもおかしいよね。その前にこういう会話があったの。あんた、すごく綺麗な子だけど、なんかあんた、タレントとか、そういうのが合ってんじゃないのってママが言ったくらいだっちゃうんだから。普通、人様の娘に、あなた、タレントさんが合ってんじゃないのなんて言わないよね。よっぽど美人だったってことだよね、その子が。まあ、それで、なんでこうちょろちょろしてんのって言ったら、こちらは、佐藤和也さんの家ですよねっていう話で。あ、まあ、そうだけど、何うちのお兄ちゃんの知り合いなんていう話は、まあ、玄関先でしたらしいんだよね。で、まあ、今みたいな話があって、ちょっとここ、そんな話、ここでしてるわけにいかないわって。つまり、そこで、えっていうような話があったわけ。で、家の中にこう入れて、あんたなんでそれ知ってんだよって言うわけよ。ある秘密をね。そしたら、実は、うちのお父さんが超能力者なんです。それで、早く和也さんのところ行け行けって言うんです。そうなのっていう話。なんで和也さんとこ行け行けっつんだろうね。まあ、そうやって話したらしいんだよ、仲良く。そこへ、俺の高校生の時の話だから、学校が終わった佐藤和也くんと、当時付き合ってたさゆみちゃんが仲良く、これもう毎日のように、まず俺ん家に二人で組んだ制服姿で、ただいまーつって玄関開けると、ママがね、こう言うんだよね。あ、兄ちゃん、今ママの知り合いが来てるから、こっちに入ってこなくていいから、そのまま上上がっちゃいなーってこう言うわけ。で、あ、そう、つって、はーいって言って、さゆみちゃんを連れて、そのまま今の隣にあるこの廊下をスーッと抜けて、そして2階に上がっちゃうわけ、階段登って。そして、気にもしないでしばらくしたら、ママが下から呼ぶんだよね。兄ちゃん、ママの知り合いがお前に挨拶があるって言うから、ちょっと下降りてきなって言うわけ。階段を半分ぐらい登ってきてさ、下から声かけてきたから、俺下に降りていくわけ。あ、ちょっとさゆみちゃん悪いけど音楽聴いててくれるって言って。うん、いいよ、わかった。なんつって。で、俺下降りて。そして、ふすまっていうか、これ今のあれを開けたら、お前この子知ってる？なんつって。え？知らないけど？つって。なんだお前知らないのかよって言うわけ。え？って言って、すっごい。すごい可愛い子がそこにいるわけ。こたつがあって、ママはこたつの向かって右側に座ってるんだけど、そのすごく素敵な女の子は左側に座ってるんだね。まあ赤い服を着てたんだけど、すごくちょっと高そうな服。なんて言ったら、ちょっとね、口で説明できないけど、とにかくまあそう、すごい可愛い子。で、ママがこう、俺、その真ん中にこう座りながら、お前この子知ってるって言うから知らないよって言って。よく見てみなって言うね、ママが右肩からこう言うんでね。よく見たってわからないね。すごい可愛い子なんで、それで、ニッコニコしてんのも、ニッコニコって感じなんだね、その女の子は。お前わかんないのかよって言う、わかんないよ、知らない。俺こう言ったんだよね。可愛いのはわかるけど、誰だかわかんないって。ママがこう言うんだよね。お前、中学生の時誰かすごい好きな子いたろってこう言うわけ。うんうん、いたよ。一人しかいない。もう中学生の時、もうノイローゼになるほど好きだった女の子がいたんだよね。その子に似てないってこう言うわけ。え？って俺言ってさ、びっくりしてさ、パッと見るんだけど。そうね。あれって俺が中学2年生の時の失恋だから、3年、高校1年、高校2年ならしたから、もう3年前だよね。14歳だ。14歳の時の失恋で、今がその当時17歳だから、3年前に見たっきり、もう見てないんだから、その女の子のこと。ってわかんないんだよ。ぶっちゃけわかんなかった。それで、お前わかんないのかよ。ってこう言うわけ、ママがね。え？って
って言って、でもまあ、要するにその子だってことを俺ピンときたんだ。そしたら、ママが、この子、お前が中学生の時好きだった女の子だよ、お前って言って。なんか、うちに訪ねてきたんだよ。ママの、ママいつも顔が広いだろって。だから、うちのママの知り合いの娘さんだったんだよって、でたらめ言うわけ。これでたらめなんだけど、ママはそういうふうに言うわけ。で、俺がそこで、あ、そうだったんだってこう言って、ママの知り合いの娘さんだったのっていう話で、ええーってあの、目見開いてびっくりするわけ。で、俺がふっと口から出た言葉が、なんでこんなとこにいんのってこう言ったわけ。そりゃそうだよね。そしたら、ママが右肩から、なんでこんなとこにいんのって、お前の家だから来たんだろう、お前に会いに来たんだろうってこう言うから、ええーってびっくりするよね、俺が中学2年生の時、俺をこっぴどく振った女の子だと思ってるから。それが3年経って、自分家の家のこたつに座ってニコニコしてるわけ。ありえないでしょ、普通は。びっくりするほど可愛くなってるの、それでね。やっぱり可愛いのよね、その子は。それで、ニコニコしてその子は、まあ、口も聞かないで、ただもうなんか嬉しそうにニコニコしてる。それで、お前顔見てわかんないのかよって言うから、いや、わかんない。つったの。俺ね、この人がね、笑ってんとこ見たことないもんってこう言ったの。そしたらママが、お前笑ってんとこ見たこともないこの子とか好きだったのかよって言うから、うん。だから俺の方を見てんときはいつも睨みつけてたもん。そしたらその彼女がやっと口開いて、そうかもしれないってこう言ったんだよね。で、そっから先はね、ちょっとこれは、ちょっとまあその話の内容はすっごくディープで、この話の内容を今ここで皆さんにしても、もうすごく異常な話なので、まあでもね、ママがね、この子のお父さんは超能力者なんだってよ。それで、お前にとにかく会いに行けって言ったんだってよって。確か医者の娘だったんだよね。でもこうチラッと見ても高そうな服着てんだよね。で、もうほんとお嬢さん育ちっていう感じに見えるよね。で、そのお父さんが超能力者だって言うんだよね。今のママの話だと。で、お前に会いに行けって言ってるんだよね。全然意味がわかんないね。その時の俺は。そしてそこでママが急にモードが変わったかのようにこう言ったんだよね。お前兄ちゃん、救世主なんだよ。は？だよね。で、この子のお父さん超能力者だからそれが分かって、お前、救世主振っただろうってこうやって怒られたんだって、この子。そして、お前たち二人は前世からのつながりがあるぞっつって、なんでお前救世主を振るんだって言うとお父さんに怒られて、とはいえ、こっぴどくお前のこと振っちゃったもんだから、なかなかいつも連絡できなくて、いつもこの辺りママんちの家の周りぐる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 いつもしてたんだってよって。で、今日はたまたまママがこの子見つけて、で、玄関先で喋ってたんだけど、ちょっとこんな話は、そそじゃできないと思って中に入れたんだよって、こういうわけ。で、これもちょっと不思議は不思議なんだけど、異常な話してるじゃない？ママが。お前救世主なんだよって始まって。でもね、うん、そうなんだって、意外にこっちもね、普通に聞けちゃうんだよね。普通に聞けちゃって、で、お前、ジュリアス・シーザーだったんだよってよ、って言うわけ、ママが。で、この子はその時のお前、恋人でよ、クレオパトラって知ってんだろ、お前だって。クレオパトラぐらい、みたいなこと言うわけ。うん、それの生まれ変わりだってよ、この子は、ってこういうわけ。まあ、これどう？ええー、だよね。まあでも、ええー、よ、もう何もないよね。別にクレオパトラ知り合いじゃないから、とにかくこの目の前にいる女の子の可憐さがすごく美人で、ああ、とにかく俺は3年前に振られたはずなんだけど、自分家の家の居間にいてこたつに座ってんだから。で、ニッコニコしてこっち見てんだよね。で、ママがこう言うんだよね。なんか知んないけど、お前この子はあれだってよ。お前と付き合いたいんだってよってこう言うわけ。そしたら、その時初めて彼女が、あ、そういうことじゃなくて、一度でいいから、話してみたかっただけです、みたいな、なんか、そんな感じのことを、ちょこちょこって言ったんだよね。で、ママが、こっち側にいて、どうするお前。どうするって言うから、どうするって、付き合うよって言って。でもお前、さゆみちゃんがいるだろ、お前。上にいるんだろ、今って言うから。どうすんだよって言うから、いや、両方付き合うってこう言ったんだよね。でも、両方付き合うわけいかないだろ、お前。ってこうやって言って、で、ちょっとまあ、やりとりある。あんまり細かいこと言ってもしょうがないけど、まあ、とにかくここまででもびっくりでしょ？それで、
じゃあ分かった。お前たち、本当にすごい好きな同士だけど、とにかくお前が45歳で本を書く。そしたらその時になったら、この子もその本を読めば、またその時にはもう中年のおじさんなっておばさんになっちゃってるけど、好き同士だったら付き合えるかもしれないから、とにかくもうお前遅いよ、まずさゆみちゃんと付き合っちゃってんだからお前って言われて、そうだよなって俺も思って。で、ママ見てないからお前たち二人、ここでいつもさゆみちゃんとお前がしてるみたいに抱きしめてやれよってこう言うんだよ、目の前で。それで彼女立たせて、あんたもそうしな、なんて言って、二人でね、そこでね、抱き合ったの。抱き合ってね、キスしたんだよね。そしてね、よく覚えてんだけど、夢みたいですって彼女は一言だけ言ったんだよね。それはすっごい可愛いわけ。で、お互いの席について、俺の左側に彼女が座って、ママは右肩にいて、それで、じゃあ兄ちゃん、この子を駅まで送って、ママももう夕方だからお店に出るから、当時だから炉端焼きやってたから、だからお前もう上上がんなって言って、うんって言って、じゃあねって言って、その部屋を出て。で、俺2階に上がるんだけど、不思議だよ。階段を上がって、2階に上がりきった時にはもう自分が今、下で誰に会ったのか忘れてるんだよね。俺自身が。で、さゆみちゃんは親戚にでも会ってきてると思ってるから、ビートルズかなんか音楽聴いてて、なんつってノリノリだから。で、俺も今、たった今、誰に会ってきたのか全然覚えてないくせに、上機嫌なんだ、やたらね。心があったかくなってるような感じでさ。それからしばらくして、またね、下からママが呼ぶのよ。兄ちゃん、もうお客さん連れて行っちゃうよって言って、もう一回ちょっとだけ挨拶しに行きなって言って、わざと階段の真ん中ぐらいまで登ってきて大きな声で呼ぶから、あ、ちょっとさゆみちゃん悪いけど、じゃあちょっと今下行ってくるわってこう言って、下へこう降りてくるね。降りて行って、さっきと同じように襖開けると、そこにさ、すんごい可愛い子がいるわけ。え？誰これ？とこう思うわけ。とママがそこで、お前この子誰だかわかる？さっきと同じこと聞くわけ。と言っても、その時の俺は、さっきの記憶が消えてるから。え、わかんないと。同じことを喋るんだよね。で、え、お前わかんないのかよ。お前中学生の時好きな子いなかった？え、いたよ。お前ママ知ってるよ。お前ゲーテの若きウェルテルの悩みって本をすごく読んでただろ？あれのしおりに使ってただろ？この子の写真、誰かに撮ってもらったやつ。なんつって。よく知ってんなと思って。知ってるよ、ママ。何でもお前のことなんか分かってんだよ、みたいなこと言ってるわけ、いつものように。お前、この子のこと知らないの？って言うから、いや、わかんないって言って。なんだよ、お前。中学生の時お前好きな子いただろう、って言うから。ええー、ってまたさっきと同じようにそこでびっくりするわけ。お前は顔見て分かんないのかよ、って言うから、またもう一回同じこと言うんだよね。ええー、笑ってんとこ見たことないもん、ってこう言うんだよ。そうすると、え、お前、笑ってんとこも見たこともないのに、好きだったのかよ、ってママ言うわけ。つって。それで、その子は2回目の時は同じこと言わない。その子はもうニコニコして、もう今にも吹き出しそうな顔してるんだけど、その意味は自分にはわかんないんだよね。それで、全く同じやりとりをするわけよ、ママが。で、最終的に、じゃあママたち2人は、もうさっきと同じような感じになって、で、送っていくからねって言って、うん、わかったって言って、じゃあさようならって言って、今から30年後にまた会おうみたいな話をちょっとして、で、二人は、2回目は抱き合ってキスしたかどうか、ちょっとそれを覚えてないけど、まあそんなことで、部屋を出るんだよね。そう。そういうことがありました。これすごい不思議な話でしょ？結局、ちょっと解説をすると、我々は、あまりよく知らなかっただけで、世の中には意外に、八百万の神って言われる超能力者みたいのは意外にそこら中にいて、ママの話だと2クラスに1人っつったっけ？ 1 クラスか2クラスに1人か2人みたいなこと言ってたような気がするから、なんだろう、40人に1人か、80人に1人か分かんないけど、そのくらいの人は、
いわゆる八百万の神で、それを自分が自覚してる人としてない人がいるけど、まあ一つの目安として、そういう人は超能力が使える人が多いと。で、超能力といっても、サイコキネシスで物を動かしたり、そういう超能力だったらまあその気づかないだろうけど、透視能力がある場合、相手の前世が見えちゃったり、未来が見えちゃったりして、当然自分自身のことも見えちゃうじゃない。そうすると、ああ、自分って、八百万の神だって。そういえば、前の前世でも、聖者やってた、みたいなことで気づくんじゃないの？そういう人はやっぱりいて、俺の本の中に出てきた先生とか、ママやお母さんなんか、うちのママなんかも、7つ前の前世から全部覚えてるって言ってたもんね。だから、我々普通の人間っていうのは、そういうの知らないけど、まあそういうことはあると。で、さっき言った女の子のお父さんが医者なんだけど、やっぱりそういう人で、お前、救世主振っただろうと。お前がこの間振ったあの子は、将来の救世主だぞと。何考えてんだお前、みたいな。お前たち、魂の絆で結ばれてるんだぞ、みたいな感じで、お父さんに毎日言われるんだって。救世主のとこ行け、救世主のとこ行けって。言われても、こっぴどく自分が振っちゃったし、それで、まあ他にも原因があるんだけど、実は彼女は、俺を振った後で、俺の親友と付き合ってたんだよね。それは14歳の時の話だから、もうその時点ではすでに3年ぐらい付き合ってるわけ。俺のよく知ってる、俺の親友で、でも誰の罪もないの。彼女は、だって俺のこと好きじゃないからその人と付き合ったんだし、その人っていうのは、別にその女の子は俺の彼女じゃないから。ダメ元でアタックしたって言ってたよ。そしたら OK されちゃったんだから、これしょうがないよね。だから、まあ当然俺も心に傷つくところはあるけど、でも、どっかの知らない、なんだかわからない、変な男に連れて行かれるよりは、俺が好きな、俺の親友だから。俺の好きな人が、俺の好きな人と付き合うんだから。嫌いな人と付き合われるよりはいいよね。だから今はこう気持ちがバランスをとってるけど、まあそういうこともあって、彼女自身も、やっぱり私と付き合ってくださいって向こうも言いづらいよね、俺に対して。だから3年経っちゃったんだって、知らない間に。それで、その3年経っちゃった間に、俺はさゆみちゃんと出会って、さゆみちゃんと付き合っちゃうんだよね。だから後から彼女は追いかけてくる形になって、結局まあ付き合うことができませんでしたっていう。解説をするとそういうこと。で、この話がね、またちょっと不思議な話にどん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 繋がっていくんだけど、まあ今日はとりあえずこの辺で。